こんにちは、ロハス TV の時間がやってまいりました。今現在もですね、印刷中でございます。もう大体ね、終わってたんですけれども、ある記事を見まして、あ、やっぱりこれはね、入れてあげとった方がいいかなと思いまして、急遽、お客様のために印刷をすることになりました。それ考えて印刷しようと思ったのがもう12時過ぎなんで、非常にですね、今から印刷するとなるともう多分今何時だ、今、0時57分、1時前になるんですけれども、もう2時ぐらいには十分なるだろうなと思いまして、そして印刷っていうのは表面をすべつってですね、そして裏面が乾くまで、するのを待つようになりますので、明日の朝ね、またするようになります。ですから裏面を今日の2時か、まあ、2時半ぐらいまでに済ましてですね、そしてお風呂に入って、寝て、また明日朝起きてですね、裏面を刷って、で封入作業の業者さんが明日の2時には取りに参りますので、それまでにちゃんと梱包して、準備万端というふうに仕上げていかなければいけないという状態なんですね。で、カラープリントにつきましては業者の方から今日届きましたんで、無事ですね、納品がされました。そんなことでもうギリギリになってもですね、なんとかお客さんのまあ、ね、お客様というか、見てくださる方のね、ためになるようにということで、もう最後の最後までね、粘って考えております。これもね、ロハス村の一つの特徴ではないかと思います。本来はね、多分半月またはもう1ヶ月前から企画を練って、もうその情報がですね、まあ、すり上がってお手元に届くのは大体、まあ1ヶ月前の情報が早いぐらいで、2ヶ月遅ければ2ヶ月ぐらい前の情報が今お客様の方に届くというような状態になっていると思うんですけれども、うちの方はですね、ほぼほぼ1週間とか10日前の情報が乗るというような状態になってます。一番早いもんでね、ですからもうこういったふうにちょっとでもね、お客様の情報、お客様に届ける情報が新鮮なという、本当はネットした方が本当はもっと新鮮なんですけれども、うちのお客様はネットがね、ちょっと若干苦手な方も割と多いので、それとまたね、紙には紙の媒体の良さっていうのがね、非常にあります。こういった一枚一枚機械では吸っておりますけれども、念を入れてね、皆様の方にお届けをするようにね、頑張っております。でね、私も朝から晩までは今日はね、お風呂が、ま、いつも畑に出てるんですよ。でね、本当にこの長雨によりまして、もう畑がね、もう背丈ぐらいの腰ぐらいのね、草ぼうぼうになっておりまして、もう畑にも行けないっていうような状態になりましたんでね、そういう意味ではね、ちょっと草を刈ってあげればまたお袋が畑に出てですね、そして美味しいね、野菜とかね、そういったものも作れるかなと思いまして、こんなことを親孝行と言えるんではないんではないないとは思うんですけれども、お互いにですね、母親は逆に私たちの健康のためにお野菜をね、作ってくれたりなんかしてますし、僕はできることはもう耕したり、稲を植えたりですね、してます。で、今日は稲の方もですね、水抜きをしまして、乾かしたりまた水を入れたりっていうような時期なんですね。ですから今日はもう昨日ぐらいから水抜きをしまして、乾燥させました。ですから明日の朝からですね、また雨だったらもう入れなくて済むんですけれども、雨が降らなければ水を入れて、印刷もしてという、もうありとあらゆることがもう仕事になっておりますので、これ本当に
もう、体力の続く限りですね、頑張って、皆さんの方にもお届けしますんで、どうぞですね、楽しみにして待っとってください。今日はね、こういったうるさい、バックうるさいと思うんですけれども、印刷室って言って僕この部屋はね、僕が学生の頃の中学校とか高校時代の部屋でございます。印刷がね、ある程度擦れたようです。はい、じゃあ紙の交換をしますんで、それではさよならというかおやすみなさーい。